ネットワーク構築時のテスト自動化します。ここからは不正アクセスやサイバー攻撃を防ぐ仕組みに関する話題です。インターネットはとても便利で不可欠ではあるんですが、しっかりとしたネットワークの通信テストを行わないとデータ流出などのトラブルにつながります。そこで今回はネットワークのテストを自動で行えるニードルワークをご紹介いたします。株式会社 AP コミュニケーションズの国森さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ニードルワーク、どんなツールなんでしょうか。ネットワークシステムを導入する前にですね、設定がうまく動くのか、またセキュリティ面がですねきちんと担保されているのかというところをテストするツールになっております。ネットワークを構築する際にファイアウォールのポリシーテスト、ネットワーク障害テスト、負荷テストっていうのを自動化して行えるツールになっております。ちなみにこのツールっていうのは世界初のファイアウォールテストの自動化製品になっております。ファイアウォールというのは外部からの不正アクセスなどから自社のですねネットワークを守る防火壁のようなものです。通信をですね監視して事前に設定されたルールに基づいて通信の制御やフィルタリングを行う装置になります。何もしてなくても勝手に守ってくれてるってこと？はい。ファイアウォールの設定でミスがあると、これどういったトラブルとか問題が発生してしまうんでしょうか。はい。設定を間違えると不正にアクセスされてしまって個人情報の流出とか大きなトラブルが起きかねません。今まではですね設定にミスがないかというところを手動でテストをするので大変多くの時間がかかっておりました。そうなんだ。長い時間にわたってテストするのでミスが起こることもございました。ニードルワークではどうなるんでしょうか。ソフトウェアで自動化してテストを行うことによって時間も手間もですねなくなることから、テストのですね作業工数の削減につながってまいります。例えば200項目ぐらいのテストをですね手動でやった場合、およそ4日間とか5日間ぐらいかかるんですけれども、ニードルワークで行うと数時間で完了します。手動でやる場合はですね、たくさんの機材が必要でした。でニードルワーク使うと2ドック1台で作業できるというところで、そういった機材がですね不要になります。その他にはどんなメリットがあるんでしょうか。検証項目を CSV ファイルで取り込むだけで、あとはボタン一つでテストが実行できます、自動化してテストができますので人的ミスがなくなって品質向上っていうところにもつながってまいります。ニードルワークに接続するとこういった画面が表示されます、CSV ファイルを読み込みまして、こういった項目が表示されます、通信の送信元となるものと通信先宛先を記載したものになってまして、これが今200項目程度一つずつですね今までは手作業でやっていました。これを、はい、一つずつチェック、これをですね1個やるのに大体まあ10分15分ぐらいかかるんで、200項目だとそれの200倍っていう時間がかかってきます。でこれを今からじゃあテストいたします。でこれぐらいの時間で終わると、はい、赤いところがエラーっていうものがとして表示されています。エラーが出たところだけ直せばもうチェックすればいいだけっていう、そうですね、実際にこの内容を確認してみると通信が行ってるけど相手に届いてないっていうのも、こういった画面で分かるようになってますので、簡単にトラブルシュートが、できるようになっております。すごい、人の作業で何日もかかってたのが数秒ですもんね。これも楽でいいですわ。ニードルワークはシステムやネットワークを構築する際の負荷やセキュリティをテストする自動化ツールです。直感的に操作できるユーザーインターフェース、レポートもシンプルで分かりやすく出力可能です。機能や料金などの詳細について気になる方はニードルワークのホームページをチェックしてください、ファイアウォールテストを自動化できるニードルワーク、以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、ニードルワーク承認です。承認いただきます。